こんな感じかな。じゃあ話しながらもう巻いちゃおうよ。そうっすね、うん、はい。カメラやるんでコメント読めなかったらごめんなさい。コメント俺読めないから、なんかそれっぽいのあったら振ってもらえると。はい、振ってもらうとやりますんで。あとここ1個開けるぐらいの、あ、了解です。バストアップで撮っていただければ。どうすかカメラ、こんな感じで大丈夫ですか？のんたん、こんにちは。はい、わざつです。ちょっと今準備してますんでお待ちください。はい、わざつです。ちょっとカメラマンなんでワードの声じゃないんですけど、よろしくお願いします。てるちゃんぴーさん、とれちゃん、いらっしゃい。てるちゃんぴーいらっしゃい。早いな。余韻練習しよう。てる練習すんなよ、もう。若さがあるだろ、若さが。前回から4日間経ってるんでしょ。5日だね。火曜、あれ月曜か火曜だ。火曜ですね。うん、ホーリーおじさんさん、カメラマンさん、トレさんもワドツです。あ、ワドツです。チャンピンさん、トレって東京の人。トレさん東京なんですか？東京だそうです。わずつです。あ、風船ありがとうございます。風船ありがとう。ホリおじさん、ホリおじさん、だいぶ早くなったね。待ってますか。うん、はい。普通は巻いたらすぐグローブするから、はい、あんまりずれることってないんだけど、はい、あんまりずれない。1時間半ぐらいやってると最後ずれるんで、ちょっとキュッと巻き直したりとか。今度さ、コンクルとコンクルで、はい、あの食器洗い用のスポンジ買ってくれ。あ、はい。スイッチってここに当てるやり方教えてあげる。ありがとうございます。ケンさん、音楽聴いてるんですが、イヤホンで。違う、あの放送の放送をね、読み上げで読んで、遠くにいてもみんなのコメントが聞こえるようにしてんの。
です。真面目にやります。知り合いさんどれどれ頑張って。花火ありがとうございます。花火ありがとう。誰ですか？ちびあひさんですね。ちびあひ。あ、ちび。ありがとうございます。あ、どれさんのリスナーさんですかね。ありがとうございます。最近うち来てくれて、次ありがとういつも。そうね、まずそこから肩甲骨意識する、肩甲骨が緩む感じで。はい。ハッチアットマークひでもすかずみちライフ何話どく。あ、ハッチはどす。シャドーボクシングを、ちょっと見せてもらおうか。ちょっとそこら辺でやる。じゃあ俺時間計るんで、まず何も言わないから、はい、その宿題を見せて、はい、じゃあ時間計る3分だから、はい、行きます。体温めるつもりね、最初。ハッチどう？ OK、スタート。スタート。花火ありがとう。今で1分だよ。3分長いからね。たくさんコーチの顔が見てみたいわ。もうちょい待ってください。これ終わったりします。コーナー詰められてんだよ。シャックンさんかけてきてるな。ダブリュー肘打ちも練習したでしょ。3秒はい、タイム。息を吐き出すことでパンチのキレが良くなるらしいですね。
じゃあちょっと歩きながら今やったやつのね修正点をやっていくから、まず今コメントでも指摘があったけど顎を引くっていうことね、これも普段からやっとかないと試合の時だけ都合よくとはいかないから必ず顎を引くってことね、ちょっと上目遣いで見るってこと。次ね、だいぶ多くなったんだけど、やっぱり硬い、下半身と上半身が連動しちゃうよ。そう、下半身が動くから腰がついていって、肩がついていって、最終的にパンツがついてくるわけね。だから、こっち足で蹴る。少し膝緩んで、ね、肩幅、骨盤ぐらいに開いて、で、少し前に倒れるから、前に。こっち側は相手に向く、常につま先はこっちは少し45度ぐらい構えて少し腰を落とす、そう、それが基本の構えね。でこの時に後ろ足のかかとがベタってついてるから動く時も動きづらい、つま先は少し上げてる、ほんの少し上げてる。で蹴りの時やったけど蹴りが来た時に反応できるように少し前前後に動いて、キックの場合ね、ボクシングの場合はもうすり足でいいんだけど、ね、紙相撲ってやったでしょ、少し下がんで紙相撲、この幅はもう変わらない、この幅感、こういう風に動くことはない、こういう風に動くことはない、こう動くんだけどスポットを使ってきた時にこうは動ける、体も一緒に回る、軸にして回るけどその時は体も一緒に回る。次、シャドウを一緒にやるから俺のやるようにやってみて、あ、こういう風に動くんだなって。じゃあ2ラウンド目いくよ、シャドウボクシングね。じゃあいくよ、せーの、 OK、スタート。もうこれ、対面シャドウって言って俺も必ず攻撃をするかそれに反応して反応する、そう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 、そう、そう、敵陣ご参考値、教え方うまい、アゴ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 引いてジャブか、ジャブ出して、その時下半身がいつもついてる、下半身そんなに早く早くて、このラウンドはもう伸び伸びとよく伸ばし、顎を引けてない、そうそうそう、狙うのは顎の先だからね、この下半身の連動ができてくるとリラックスさえしとけばどれだけでも早く来てる、早くってのは後からです、早くってのは後から、こっちで蹴るから速いパンチが出る、こっちで蹴るから前に、こっちで蹴る、まだ体の使い方が硬い、ガンガンってじゃない、下半身がついてきてそこで手はもう伸ばす、ついてくるだけだ、そうそう、このこれ、そうそうそう、30秒、ラッシュラッシュ、 KO すんだ、相手を KO すんだ、
あと9秒。倒せ倒せ最後。はい時間。基本は大事だけど、別に喧嘩とかボクシングってさ、格好でやるもんじゃないから、いい下手くそって言われても何でもいいよね、気にしないでやったらいいです。で、軸がやっぱりブレちゃうね。だから前も言ったけど、あ、お願いします。おでんとかさ、お団子の串なんでね、それが頭から刺さってる。その軸があるから肩の回転があるんで、これがブレたりとか前かがみすぎたりするともう回るものも回らなくなっちゃう。常に基本はもうまっすぐ下半身の上に乗ってて、軸があるから肩の回転がある。そう、そのためにこれをやってるわけ。ありがとう。肩が出るから伸びる感じ。これ片っぽ打ったら片っぽは必ずつけと。もうちゃうんだ。で、これ前回の方が自然にパンチが出てたんだけど、ちょっと重い、体重増えたからかな、ちょっと動きにキレがない。もうね、あの野球と一緒で、野球のボール投げるときってさ、リリースポイントまで来たらもう投げっぱなしでしょ、シュッて。それと一緒で、もう投げたら投げっぱなしだ。これの女の女わらわら、引き当てさんにこのシャドウでも台からで頑張ってるな。カズさん、たくみさん、たくみさんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。いくよ、スタート。顎顎下半身が硬いからね、上半身硬くなる。もっとこう膝のクッション使って柔らかく柔らかくなる。そうそう。かかと、奥足のかかとがつかない。つま先だと少し柔らかく。前のね、前の膝が突っ張ってて硬いの。これ、曲げとくと少し、ここにバネができるから、これが突っ張ってるから硬いの。前の膝少し緩めるんだけど、姿勢はね、まっすぐ。前の膝は硬い。ここはもうバネ。足はバネ。もう、わどわど。縄跳び考えて、こう、こういうステップ。右の方が肩が詰まったまま出してるから、腰が返るから肩が返る。肩が返った最後に手が出る。
あと30秒。あー、どうも、こんにちは。どうも。右ストレートで肩が出てない、こっちに。そう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 。もっと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 肩がもっと出る。はい、時間。歩いていくと。またまた、どうしよう、荷物このまま、そこ行こうか、ちょっと端っこの方に、はい、少々お待ちください。あ、今あの、はい、人が映っちゃうから下向いてるんです。あ、ごめん。どうしよう、そういう時は下向けじゃない、上向けた方がいいんだよ。まあまあ、いろいろあるんだろうけど、うん、1時間ぐらいですね、1時間ぐらい。かかと上げとく。で、膝は特に前の膝、これが硬いと全部が突っ張るから、前の膝が柔らかく。だけど、上半身はついて、前に行かない。上半身の軸は上半身。後ろで蹴るから、前に出て。この体重移動が拳に乗るから、鋭いパンチが出る。 YD さんと比べたそれぐらいの期間があればある程度は理想です。こっちのひねりを戻すから右肩が出て、その右肩についていくからパンチが出る。これがここでいったらもう伸びが全然違う。じゃない、腰が切れて、さあもう一ラウンド、もう普通よりやった方が早い。え、ちょっと硬いって言われたら、まず下半身を緩める、下半身を緩めるとか、前足、下半身の前足を緩めるとか、幅は変えなくて、ね、いろいろ動きながら、動きながら、同じとこにいたら打たれるよ。はい、いくよ、はい、スタート。ジャブ最初にこれぐらいで、もう投げっぱなし。まだ見てごらん。ジャブ投げっぱなし。投げっぱなし。そう。もうこのラウンド握らなくていいよ。手はもうブラブラのままで。前の膝が硬い。前が突っ張ってる。あ、いいよいいよ。右ストレートの時、つま先が必ず返る。右ストレートの時、右ストレートの時返る。そうそうそう。いい。そう。あんなクイさんもバテてるな、わら。顎を引く。顎がまた出てきた。不動産賃貸さんいた。1分。
足の幅がもう変わっちゃって、もう揃っちゃってじゃない。足の幅はどんな時でも同じ幅、同じ幅。そう。苦しくなったら一回前に外せば、もうガード落とそうが何しようが勝てないんだから。苦しくなったら、相手の前に入ったらまたしっかり構える。前の膝が硬い、これがもう硬い、突っ張ってる。後ろのかかとがもうべったりついてる、これじゃ動けないよ。かかとを上げとく、上げとく。常に後ろの蹴り出しで体が動くんだ。後ろついてるのに動くなんてことできない。後ろのかかとが浮いてて、この振り込みで前に出たら動くんだ。残り30秒、最後の相手倒す、相手倒す。もう相手倒れそうだよ。コーナーに追い込んで、もう持ってるパンチ全部出す。だいぶ温まってて、最後もう一ラウンドだけ、今まで言われたこと全部もう一回おさらい。つま先は前のつま先は相手の方ね、後ろのつま先は45度、必ずかかと上げておく、しっかり構えて。後ろで蹴り出すからその体重移動でパンチが出る。こっちで蹴るかと、こっちが突っ張ったままパンチが出るなんてことなくて、このまず柔らかく膝入れた時のつもりでしっかり構えて、しっかり飛んで、こっちの足で蹴り出すから体重移動でパンチが出る、こっちが蹴るからパンチが出る、こっちがだってこっちを低い勢いで右ストレート、右ストレート、右ストレート。最後ね、もっともっとパンチ速くなる。でも速くなるってことを意識すると腕だけで来ちゃう。上半身と下半身が連動した結果、もっと速く打てる。はい、スタート。足が揃ったりね、しないように。足の幅はいつも一緒。硬いなと思ったら前の膝意識して、あらかく前の膝を意識して。
けど、また毎日入ったら水とかあげる。青切って前の日が硬い、だから突っ張る。出口アットマーク風道をしたみんな詳しいな。残り1分最後倒す。残り20秒倒す。一番倒れないそんなんじゃ。10秒倒せ倒せ。5秒倒せ。タイム。サボちゃんパフェ2個ありがとうございます。ハートありがとうございます。ジャブって言ったらこっちの手はこっち、ストレートはこっちね。ジャブから、ジャブ、端っこジャブ。その ポソッと押したって相手倒れない、パンって打たない。そう、そう、そう、相手の顎をのけそらせたいの、ね、そういうつもりで弾かないと。押してる、ただ手でこう押してるだけ。じゃあ弾く、そう、そう。サムライ構造さん、ほらワクワク寸胴。母さん口で音出すのやめさせた方がいい。息吐くことで力が抜ける。もうグローブが重いんだ、すごい思うように動かないから、自分でイライラする。グローブが重いから。でもこれ慣れないとしょうがない。アマゾンちゃんさん、リボンド、プレーレター、クローナー、みんなシュットかアットか言ってるよ。内丸さんってうちだな。サムライ行動さん、クリリンのことかドットドットドット、クリリンのことか。内側から、はい、そのまま、まっす、はい、内側から、はい、倒れる倒れる。パパライオンさん、声出した方が力乗ります。
右がこんなに強く打てるのに左がこんな、こんなはずないよ。いや、おかしいです、体幹が。慣れるしか。はい、あ、右ストレート、右ストレート、はい、ストレート、右ストレート、はい、力でちょっとすぐに息が上がっちゃうから、あくまでフォームの中で下半身の蹴り出しがあるから伸びて最後当たる瞬間握ってるだけだから、押さない力、力で押す。侍高等さんを俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。できるだけ遠くで当たった方がいい。今この辺で当たってる。でもここで当たると相手のパンチが入ってる。当たる瞬間だけ脱ぎる。当たる瞬間だけ。当たる瞬間だけでいい。当たる瞬間だけでいい。もっと距離がちょっと近い。そこ。そう、当たるんだ。そこ。そう、なる。そこ、そこ、そこ。そこ。近い、また近い。ここで当たる、ここで全然当たる。ここで当たる。そこからで、ここで当たる。当たる。だんだん力がなくなって。蹴り出したり。これ、弾いてやれば何発でも出せるの。押してる。弾く。そう。そう。そう。当たる瞬間だけに逃げる。逃げる。侍構造さん頑張れ、カカロスのお前がナンバー1だ。荒城さんパンチの距離慣れるのも大事。内丸さん下半身も連動させろ。はい、おじさんが重くててあげるのも辛いだろうなーって。調子が悪い日もある。その調子が悪い日といい時の差をなくしていくの。今日は調子いいから動ける、今日は調子悪いからダメだじゃなくてダメなりにやるの。そう、試合の日調子悪いかもしれないから。動けなくてもいいです。やらないとダメなんだ。やらないと。おい、ジャブ、ジャブ。遅くて形が悪くてもしっかり基本通り出して、そのスライになる、スライになるんです。侍構造さん一番親友。そう、そう、丁寧に、丁寧に、スライになるに丁寧に。足、膝がもう突っ張って、これがもう下がっちゃって、目の下じゃん。もう口でより数やった方がいい。目は数やった方がいい。こめかみつけとくぐらいと、それぐらいもどうせ下がってくるんだろう。はい、ストレート、はい、ストレート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 、少し遠いやつ、遠いやつ、遠いやつ、そこから当たるんだ。あ、これで当たるんだ。そう、マイコさんガード上がったな。ワンツー、ワンツー、ワンツー、パパ、サムライ高等さん、ダブリスワンツー、ワンツー、ワンツー、
暑い暑い暑い。相手も苦しいんだ。相手も苦しい。青じいさん、どれさん、教えがいありそうだね。おい、おい、おい、ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。そう、おい、おい、近い、おい、近い、おい、近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 い、気合入った。なんかないんだから最後の気持ちなんだ。相手に負けないっていう、もう絶対に自分はやられないっていう、もう記録だけで前出ればいい。それは教えられないんだ。水飲んだ？はい。ああいうふうに記録で前に出てきてるときは、そうそうしようとは近づかない。結局、もう姿勢に転じて、こうなるから打たれるんだって。ガーッと打ってるときは、相手も打てないから、はい、だってガードしないとやられちゃうんだから。はい。それにはスタミナが必要な、今みたいなラッシュは。あれ持って10秒だ、はい、逆に言ったら10秒と入れば上がっちゃうから、そこやればいいんだから、はい、サムライ構造残留コート REA チャンピオン。気持ちがっていうのは力めっていうことじゃない。気持ちは必要なんだけど、ここは強く気合が入るのと力むのは違う？はい。サムライ構造残留 RE アメージング。ごめん、ごめん、ちょっとピッてやってもらって。日本語で喋れや。そしたらブロッキングはもう来ないで、この位置でしっかり、そう、もうそれちょっと開いて、開いて隙間が入ってきちゃうから、ちょっと頬骨のところにつける。そしたらいいですよ、これ上からだったら別に怖くも痛くも別にないからね。こう間に合わないときは上げとく、疲れたときとか、もちろんボディに来るけど、ボディに来たら肘、肘で、そう、荒木野さん、いいかぶスタイルだな。肘でブロックし、ブロックし、肘でブロックし、ね、はい、そしたら今度パーリングやるよ。こっちのパンチしか最初打たないから、対面してこっちの手が来たらこっちの手で猫みたいに落とす、こっちが来たらこっちの手で落とす、ジャブから、ね、顎を引いて、腰を引いて、当然フェイントもあるから、こういう風に大きくやると次ので来るよ。だから手先だけちょっと引かせてください。
別に当たったってもう軌道が変わってるからここに刺さったらどうってことだよ。別にこの近くで当たったってなんとかない。これ落としちゃう、動く必要すらない。あ、ごめんなさい、動く必要すらない。よ、はい、こっちで少しね、手でこう入れ込んじゃってるから、外れる時もある。ここだけで、ここだけで軌道が変える。このパッチね、でこっちで払うんだけど、まあ、外れる場合もある。タイミングずらされて、はい、その時に自分の顎をしっかり隠しておく。じゃあ今度は右と左ランダムですよ。フックが来た。そうそうそう。ジャンプ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 。ストレートいくよ。ストレート。ジャンプ。ストレート。今度ランダムいくよ。そしたらね、次はスリッピングっていう、まあ、一番いいのは手で全部さばけないんだけど、やっぱり気力で入られてガッと来られて、これじゃもうさばけないって時な、そういう時に体さばきでかわしてる。こっちのパンチゆっくりとね、ゆっくりこうするそしたらね、ここを狙ってくるわけ、はい、ここを狙ってくるのを数センチちょっと前に出て、頭をずらして、スリップして、ここをちょっとずらして、こっちだったらゆっくりだし、ゆっくり、ゆっくり、それを、まあ、ここにいたら狙われちゃう。少し頭ずらした、こっちだったらずらした、もうほんのちょっとでいい、少し。その時にここまで振っちゃうと体勢が崩れちゃって、こっちのパンチが追っかけられた時にもう逃げられないから、基本的には避けたらすぐ戻す、避けたらすぐ戻す、避けたらすぐ戻す、こっちのパンチ、こっちの、こっちの、これにだんだんこれが発展していくと、こっちのパンチ、これ合わせて、ってくる。これもゆっくり、アイディアは顎を俺が打ってくるパンチの記録を外したい。ここに当たろうが、ここに当たろうが痛いかもしれないけど倒れることはない。俺は顎を狙っていて、これを3センチ外す。そうそう。もう本当に3センチぐらい外す。それどんな方でもできるか。ずらすってこと。じっとしてると当たるんだけど。そうそう。そう。こっちのパンチは絶対こっち。こっちに避けるってことはまずない。こっち。こっちだったら、こっちと。こっち。こっち。そうそう。これ上手。これうまい。まあ、これノーガードでやりたいとか、まあ実際はね、いろんなパンチしちゃうから、ガード上げたままやんだけど、まあそれが見やすいんだったら最初それ。なんでボクサーが全部受けられたかっていうと、もう来る、来てから反応してるんじゃなくて、いつも動いてる。たまたまそれにハマってるだけで、こっちに当たっちゃう時ももうすぐ修正してすぐこっち。まあ、人によってはジャブ何回も打ってくる人もいるけど、この時はこっち行ったらこっちだから、そしたらこっち受けたらこっちだから、こういう動きの中で、その中でたまたまかわしてるっていう。そうそう、ですぐ戻る、すぐ戻る、すぐ戻る、これ調子だ、ここでやってね、ここをガンチガンチで割ってんだから、マーさん教え方うまいね。こっち
ここを狙ってんだから、そう。で、入ったり。入った時に今度、距離で打つ。近くなったら今度アッパー。近いからアッパー。だってここからストレートが出せないから。近いからアッパー。遠いからストレート。近いからフックアッパー。こっちね。こっち。そんなに入ってこなくて、もうほんと数センチ、数センチ、そう、イメージです、合わせてるから、イメージですぐ打ち返す、結局、打ってる時ってガードがガラ空きなの、そっちもチャンスなんです、そこで防御は防御、攻撃は攻撃だと、お互い永遠当たんない、だから、ある時は防御しながら出してるから、そう、イメージ、イメージね、そう。これが、スリッピングね。今度は、スウェーバック。ストレッチ、ジャッジャッジ。侍構造さん、竹原さん、これ強いっすよ。この距離だから当たるわけ。それを、リーチの外に上体を柔らかくしたら、ちょっとだけ下がって。ちょっとだけ。これもうすぐ戻んないと、追っかけてきて、これで、これ下がったってところを追っかけて、追っかけて。そしたらもうバランス崩しちゃうから。やっぱりだから入れないといけないそうじゃあこの時少し下がったもうこれもすぐに戻るこの時はウィービングって左手これでこう振ったら U の字でこうフックが来るから顎のやつそうだウィーなんてここをくぐったんですくぐって、今度こっちこういうくぐって今ちょっと、あの低い時にくぐるとかあと顎を狙ってきたとして顎を狙ってきたとしてといえば竹原闘病生活どうなってんだろう今度こっち振るから N さん、攻撃は最大の防御なりくぐるかそうそう、U の字ね U の字 U の字 U の字この U の字のひねりを使って今度またこっち強い感じでこっちだったらこっちに乗せたらこっちに乗せたゆかりんさん画質綺麗だねそうこれするよくぐってそうとストレートくぐってそうくぐってそれからジャブリターンこれ基本的なやつなんだけど、ジャブが来る、それを仮にする、ジャブが来る、それを仮にするんだけど、その時にこっちはもう打つことに集中してるから、ここで打ってあげると、入るんだよね。はい、確かに。だから、こう外してから打つんじゃ、そしたらもうそっちも構えてるから、こういう感じ。そうじゃなくて、もう、こうパーンって必ず持って帰る。来たら、必ず返す。だからピッチも手のかなはい、わかりましたこれできると、そうそうジャンプ打てなくなるだって相手も返してくるからもう相手が何もしないから余裕持ってパンと打ち込めるでも、それがもう同時にさもう必ず返ってくるから来たら怖いから、そうそう打てなくなるじゃあ、ジャブリターンこれはジャブから発展開してここに打ってそう同時はね無理、はい、だから一回吸収してくるそう数個はさないとできるようになるわけないから、はい、大丈夫、はい、最初は同時じゃなくてそうそうそう。長めはさ、だから攻撃もらったら絶対にもらいっぱにならない。そう相手はどんどん精神的に優位になって、はい、傘になってさ、いやもう蹴られたらすぐ蹴り返す。蹴られたら蹴り返す。もう蹴られたらすぐ蹴り返す。蹴られたら蹴り返す。絶対にもらいっぱにならない。聞いてようが、どんなにきつかろうが、それがもう、こんなパンチでもいいよ、もう疲れてるんだから、でもやられたらやりたいんです。やられたらすぐやりたいんです。やられたらすぐやりたいんです。
基本的には蹴った瞬間に荒広さんけりもあるのか、あんたが立ち近いとか、ね、それはもう一つ鉄則だから、ちょっと水飲んでくるでしょ。モーリーおじさんさんルールはなぜか増えないだよ。もう技術はさ、3ヶ月でそんな急に上がるわけないから、こういうメンタルを、考え方をさ、やっていくしかない。それで、気持ちで負けない。テルチャンピオンの運動神経いいかもしれない。若いかもしれない。それさ、水もらっていい？いいよ。なんで？ミックさん、贅沢なトレーニングだな。ネクチアットマーク、カズミチ、オシさん、トレさん、スタローンに似てるな。あの、中にタオル入ってるか、そういう理由。こんなにグローブ重いと思わなかった。わざわざ。なんか、左が全く、なんか。辛いからって言うとしたら永久に強くなることはないんで、はい、今日はね、体調が悪いんですよ。そのまま言ってくれたさっきも言ったけど、悪いなりに、はい、悪いなりにその体を使うし、カメラマンさんがいてくれるおかげでとても見やすいです。アラピロさん、アマだからヘッドギアもあるだろ。最初はもうこれくらいで打っていくから、それを今教えたどの技術を使ってもいいから、顔面に直撃でもらわないように、まあ払うなり避けるなり足使っていいから。今ほら足止めてる同士だけど、足で使ってもう別に逃げるの逃げていいから、だから防御だけちょっとして、少し行くよ。そう、そう、そう、まずディフェンスだけ、攻撃しない。あのね、そのおでこで受けたいのは分かるけど、入ってきたらカウンターでもらうから倍になっちゃうよ。いらない、まだそんな余裕早く打ってないんだから、怖くもないんだから、しっかり手で顔に当たらないんですよ。自分からあのデコでなんてさ、ダメだよ。それはもう間に合わないとき、どうしてもよ。そうそうそう、見えるんだったら別に顔に当たる前に手でさばいちゃうよ。そんな慣れてきたら全然怖くないんだよ、だって当たらないんだから。あ、ごめんなさい、すいません。すいません。
結局今は別々打ってたけど、ワンツーで来ちゃったらね、こっちの手が片っぽだけ意識する。いつも基本はここ。ベジタンバーガーを2個プレゼントしました。ワンツーで来るんだ。ワンツー、そう。ワンツー。ワンツー。ワンツー。これにだから要はこれにさ、ボディが。これにさ、足がちょっと今日はあれだから次回ですね。今日はしますね。まずは避ける、自分の身を守る一番大事だ。で、どういう時に手を守るか。とりあえずガードが下がってる。こっちはもう全力で来てる。そっちはさ、倒すときにガンっていう時に当たっちゃったら倒れるから、とりあえずこうやってる人を倒せることってまあないよ。ガードが上がってるのにボディ食ったとしてもボディーローで倒せるような強いってそんなにいないから、まあ腹は捨てていいから、とりあえず顎だけ守る、顎を引いといて、ただまあ倒れることまずないよ。多少目にももらう、ね、頭にもらうかもしれない。それと倒れること全然関係ないから、それを経験的に知ってもらいたいの。まあまず大丈夫っていうことね。足も使わないとじっとしてたらそれ受けるよ。だって足使っていいんだ。もうそ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 う、そういう人の別に。まだ使わせないんだよ。そうやって持ち試合で今ディフェンスをしようよ。だから極端ですよ。ここで打つのここに行きやすい。一番極端なことだ。おお、そうそう、そういうゲーム、そういうゲーム、そういうゲーム。そうそう。で、持っていったら苦しい時にそこにいるから打たれるんで、さっきも言ったけど、キャッターゼロ、距離。距離、クリーンスゼロの。はい、疲れてるときはこうやったら打てないんだから、はいはい、まあ、当然レフェリーにはめろってブレイクされるけど、はい、もうそこ打たれててきついなと思ったらもう無理して中に入ってきついたら、はい、逆にクリンチされたらプッシングっていったらほどいて相手をつけながら疲れたら自分が攻撃してこいつ蹴り詰めてきっとしないと思ったら押して、はい、よ、まだまだ登録したためだ。はい。ねえ、まだ。幼児さんキックルールなんだから両方教えた方がいいね。ぴょんぴょん、割とマジコ、三歳でするだバラバラバラ。大丈夫大丈夫。手がもうバラバラだから、もうここにあれば反応が間に合って大丈夫だ。はい。そう、これ全然当たんないっすよ。今ね、ずっとしてるから、はい、足伸ばしてみてるか、足、だから、足を固定すると、手が、意識がかかっちゃって、そういうのに慣れるんですよ、慣れるんですよ。こういう時に慌てないで、はい、慌てないで、はい、もう下がるな下がり、はい、作らなくて、はい、連打が怖いので、はい、3、4っていうの、はい、そうそうそう、いいよ、一発目切るんじゃないよ、はい、でも見てないと、はい、一番ダメなのはこうなって視線がずれちゃったら見えないんだから。あのね、脳と目があるから本能が受けるって、はいはい、それは根性がないからじゃない、正常な生体反応、その本能に仕方ないとダメなんだ、はい、怖いけど、怖いけど、はい、
これ来てるかな、ちょっと聞こえなくなった、コメント来てる、手挙げて、みんな手挙げてもらえますか、来てないんだ、止まってる、あ、いや、来てる、いや、今のはもうコメントできないよ、すごかったもん見とれてたよ、みんなうん、よく見るんだけど、顎が出て見すぎちゃダメ、よく見るんだけど、足が上になって、胴体筋肉、スーキングカッション、そう、そう、スーキングカッション、スーキング、そう、もう今当てられた、スーキングで来たら、こっちの肩が動いたのに、こっちの話、こっちの肩が動いたのに、こっちの話、そう、もう当てられた、全部スイッチに行こう、そしたら当たんないんだよ、で間に合わなくてここに少しずらこっちに避けたいんだけど、避けたらスイッチに前したらちょっと動いて軌道修正してくれた、はい、それに対して、はい、そうだ、はい、そう考えるよ、だけど、はい、こんなのじゃ来ないから、はいはい、もっと近いところで団子で来るから、はいはいはい、もうしかも飛び込まれたらパッて来ないから、はい、やっぱりこうなるよ、慣れ慣れ、はい、そんなに当てたりしないんだから、はい、一緒にね、はい、そう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 、いいよいいよ、これいいよ、それで全部避けちゃって、まあ、それでいい感じ、慣れてきたらどうってことないもんな、なかなかパンチ、慣れてきたらどうってことない、カマさん教え方上手、もう散らしていくよ、はい、いろんなパンチ、はい、いろんなパンチ、基本はしないから、止められるんだって感じ、え、止まっていって厳しそう、止められるんだったらもうここで止めてもいいよ、下の国からサンガード下がってきて、ちょっと止める。ジーミリアさんお金取ってる。いや俺が手で止める。ジーミリアさんお金取ってる。なかった。はい。まあ、攻撃ってことですか。攻撃？まだまだまだ。あのまだディフェンス。ディフェンス。手で止める。手で止める。相手のパンチが来た。ただ道に間に合わなかった。あーどれ？そうそうそう。はい。そう難しく。なんかこのどの技術使おうじゃなくて、はい、来たから反応する。はい。はい。もうちょっとでディフェンスやろ、そんなに当てないからよく見て、よく見るんですよ、そう、足使ってよく見る、よく見る、よく見る、コンプレックスさんディフェンスも力抜いてね、絶対膝向かない、はい、絶対膝向く、そう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 、同じとこいなきゃいけない、そう、で基本は左に回る、はい、あー、まあ、左に、オーストローサーって俺も左に回って、はい、出して回って、そうそう、はい、これ基本ね、はい、回ってた、まあ、でもそれを外すためにあえてこっちって回るやん、ね、そうそうそう、だってこの距離になってさ、もう構える必要性ないだからそれじゃ勝てない、こっちも攻撃したいんだ、だから自分の攻撃するときはもう勇気持って前に入ってでも相手の攻撃外したいときは勝てないんだ、ただリンすっごい狭いから読んだと思う、何でそれ、お互い2歩出たらもうこの距離に、だからカーンってなったら多分向こうも前で、我々も気持ちが強いから、相手が来たら前に出るから、もう多分お互いに振るからこの距離、だからもう話しながら打つ感じになる、はい、
なんかこの距離って距離が乗ってないのか狭くて、でも自分が下がると、うわ、陣地の取り合いなの、はい、陣地があって、はい、この陣地をどっちが多く取るか、この考え方が、もう三角形にして、このフィーリングを三角形にして、はい、その陣地もこっから行かせない、こっちはもう全部、そう、わざわざ陣地だな、はい、で、だんだん小さくして、こっちにいるとしたらこっちの感じ、こっちに行こうとして、こっちの感じ、こっちに切って詰めていって、はい、次、コーナーに追い込んで、そこでもう無料なくしてくれる、はい、もう絶対相手も同じこと考えてガッと、はい、ガッと来た時に、こうなる癖を、はい、ガッと来たら、どこでやったり、もうもらってもいいから、しっかりバーを固めて、来たやつ、よく見ても、しっかりもう頭ぶつけるつもり、はい、もうこういうキャラ別にできるんや、気持ち強いから、はい、だからそのもらった時にどうするか、じゃあここにスパイルやってるけど、すごい抜けるのを覚えないと、はい、やっぱりさ、わざと買ってもらえたら俺は反射でやっちゃうかもしれないから、ねはい、最初ゆっくりから上げていこう、ゆっくりから経費なしですか、キリはなし、今日は、はい、うん、いいよスパ、投げていいか、いいよ軽くですよ、ね、ゆっくり俺が出すぐらいの最初はだんだん上げていったら、はい、受け上がってやると、はい、いいよ、こういう実績、こういう実績、いいよ、もうちょっと抜かないと、はい、俺も行ったよ、はいはいはい、4時間必殺技だけ教えてください、ただそこでずっといたら攻撃できないから、やっぱりそこは勇気持って多少もらってもいいからっていうので前に出てこないと、はい、最初は自分の身を守ることを一番大事ラッシュを今みたいに怒りを込めてグッて打つと、はい、スタミナゲージがどんどん減るんだ、はい、当たりゃいいよ、はい、当たんなかったらもういますね、またここ動いてない、はい、向きにならないと、はい、冷静に、はい、怒りはダメなの、はい、冷静にだって行きたいけど、それ腕当たりゃいいよ、外れたらどうするって、はい、ちょっと休もう、はい、日曜日ね、はい、今日はちょっともう上がっちゃってるから、こういうのだんだんやっていく、だんだん
どうしよう、僕も休みたいです。え僕も休みたいです。休んで、休んで。ごめんね、水のコメント読んだんです。了解です。お疲れです。ジャブしか打ってないからね、ドラさん今。気づいた？ドラさんジャブしか打ってねえからね今。いや打ってたんですけど、基本前に出してずっとジャブだったんで。当たるたびにゴキゴキ骨が言うんだよ。ゴキゴキって。マジで。それは新宿公園じゃないです。もう本当にだんだんでさ、いきなりじゃん。もう思ったより気強いから。はい。怒って力む癖がなくなる、はい。怒ることはいいの。アドレナリン出るから。はい。でも力むのはまた話別だから。はい。今みたいに打ってきたらね、はい、もうしょうがないんだけどね、どうしてもね、はい、下向いちゃうね、打たれたくないから、はい、顎引けばいいところを下向いて見てないから、はい、もうこっちはめっちゃ打ちやすい。リスナーさんの方が詳しいでも言ってあげて、気づいたことね。あの見てないようで見てるから。でみんなさ、ワードのこと言うけど、じゃあ俺の前でさ、俺の攻撃受けてみ、超怖えぞ。ゆるく打ってるとはいえ怖いから、実際。そう、慣れだよね、慣れ。あとは、はい、もうその4月いっぱい、どんぐらいこれをやれるかっていうこと。そうですね。他の人とも、だから合宿やんなら合宿やって、はい、もう本当に他の人たち、体格近い人と、はい、これ、今日半分しかやってないの。これで足がつくんだからね。そうですよね。スタミナの減りが倍早いからね。はい。ボクシングは言ったら楽なの、はい、右か左しかないんだから、はい、50% 以上の確率で当たるんだよ、右か左なんだから、はい、足が入ると今度選択肢が4つになるんだよ。そうそう、頭が落ち着かない。下手したら同時に来るんだよね、はい。ね、研修会はね、あの便所、俺は違う。ホタレゾウさん、体が覚えるまで大変だね。そう、体が覚えるまでね、どうしたって誰だって怖いよ。俺はよく頑張ってると思うよ。初めてやったのにものすごい頑張って、気持ちも強いよ。ワードはすごく気持ちが強い。あれをうまく使えるといいんだ、はい、その気持ちの強さを、はい、でも多分、はい、打たれた時にこの野郎っていうタイプだから、はい、この野郎タイプですね、はい、打たれてこうなっちゃう人もいるの、はい、あもうやめてくれ、はい、じゃない、もうこの野郎だから、はい、もうこの野郎でいきな。わかりました、うん。固まるね、ですね。
もうね、3ヶ月でいつも言ってるけど、技術が初めの一歩の世界チャンピオンみたいになるってことはないんだよ、はい、もちろん誰がやったって、はい、黒人がやっても、はい、何かっつったら、もう俺はこれだけ練習して俺にあれだけぶっ飛ばされたんだから絶対怖くないっていう、やられたらやり返す、はい、蹴られたら蹴られっぱにしない、どんなに足が痛くてどんなに疲れてても自分の攻撃で終わるっていうこと、はい、蹴られたら蹴り返す、殴られたら殴り返す、はい、当たらなくてもいいから、はい、そういう相手が一番怖くてやりづらいの、はい、もうどんだけでもいいよ、聞いてないのかもしれないけどポンポン当たるとどんどんリズム乗ってきちゃう、だからあこいつ疲れててもやり返してくると思ったらすっごいやりづらい、カエルさんかっこいい、大丈夫、和道はそう やられたらやり返すっていう気持ちを持ってる、気持ちはすごく強い、ただ体がついてこないことにイライラしてる、まだそれはね慣れでどんどん解消できるから、今日みたいに体が動かない日もあんの、はい、動かないなりに使うっていう道具なんだから、はい、腕や足っていうのは、はい、気持ちと体が一体化すれば一番強いんだけど、そんな時ばっかりじゃない、今日みたいにコンディションが悪い日もあるんだ、はい、ね、そのコンディションが悪い時に悪いなりにどう動くかっていう、はい、ちょっとね今毎日やってるでしょ、毎日やってます、ちょっと休む日も入れよう、はい、今もうこれできたってことはオーバーワークなの、口内炎とかできちゃう、ヘルペス引けるってことは、はい、風と一緒で、はい、もうまともに動けるわけないんだよ今日なんか、はい、でも俺はあえてやったの、その体調悪い時に、はい、逆に言ったら体調いい日はもっと怖くないんだから、はい、口内炎できた、口内炎じゃない、ずっと毎日やりすぎてもヘルペスできちゃう、西田さんね、ディフェンスはキックに関してはね、次回一気にやるとやっぱ覚えられないから、次回は今度蹴りを中心にね、はい、攻撃とディフェンスと、はい、いきなり恐怖心与えてってやり方もあるんだけど、それともうどんどん萎縮しちゃうから、それを克服するっていう練習なんですか、それもうあるけど、はい、指導者に違う、俺はあんまりそういう方法取りたくないから、徐々に強度は上げて、今日はその10段階の、はい、2とかさ、まあ、2とかだよ、だけどいきなりさ7とか8でってそれは無理だから、はい、次回は4とかにして、はい、蹴りも少し入れていって、はい、そうそう、コンプレックスさん、そうだよ、まず自信持たないと、でも思ったよりいいぞ、気持ち強いから、もっとこうあーってなるかと思ったけどダメだよ打っちゃってんのに、はい、気持ちが強いからガッて打ってくるから、あ、そうですよ、僕アスペで、うん、アスペルガーじゃないですか、言われたことを真に受けるから、うん、そのパンチをここでパンチだよパンチだよって止めろって言ってた時もパンチ打っていいのかなっていうか、なんか言葉が混乱しちゃうんですよ、いいいいあれでいい、とりあえず打っとこうみたいな、うん、今日は体調悪い中よく頑張ったから、はい、あと蹴りのもう一回おさらい、はい、形ね、はい、蹴りの形と、まあ、簡単なディフェンスをおさらいで、はい、次回の、予習のつもりでね、はい、相手もありがとう。
タイから帰国。あれ便所さんと言ってたの、スバキさん。え、女連れかよ。まあ女連れだよ。まあが4月か5月ってさ、 N さんっていう方、え N さんっていう方、あーこのキックプロのキックボクサー、もう30戦ぐらいやってる。教えてもらおう一緒にね、プロの人に。はい、ナックよろしくね、その時はね。最後に蹴りのおさらいやって、まあ終わろう。はい、皆さんお願いします。はい、ちょっとカメラ見てくる。うん、いや、顔バレしてるのか。人数多いから嫌だし。いや、そういう意味じゃなくて、あの、うん、綺麗に写したいから。ちょっと入れてくんない？もうレポケット、ポケットでいい？いや、カメラマンも大変だな。まず、蹴りの基本、はい、リズムの取り方、カマさん、カメラマンさん、お疲れ様です。骨盤で構えて、アラキロさん、ロープもちゃんと飛んでる。で、なぜ前後に踏めたっていうと、前後に踏んどったっていうと、来た時にキムカチさん頑張ってね、ワドさん、リアルのカットをしっかりできるように、そのために踏んどった。で、これ縦に上げるとそのまま持ってかれるから、必ずディフェンスは外、なるべく外、外、回し蹴りできるから。そしてその中に前蹴りもある、ね、前の蹴りのもある。運動に関しては外じゃなくて内側のカットもある。内側のカットも、内側のカットも、ま、内側、ちょっとじっとしてて。これ内側のインローってこういう蹴りの、ここのとこ蹴られる。まあ、前押さえだけじゃなく、その関節を蹴っていく。その時に内側に置いて、内側に置いて少し上げる、少し上げる。こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと。こっち側、こっち側、じっとしてて、インローをこういうふうに蹴っていく。インローを蹴っていく。それに対して、内側。アウトロー、ローキック、外から蹴ってくる。狙うのは、ここの、ももかのところ。ここでもない。腰骨でもない。このところ、すねで蹴る。今のところ、すねで蹴る。それに対して、上げる。外から蹴る。その時に、こうなると、バランスが崩れるから。どっちかっていうと、前。前。前。なぜかって、相手は体重の差を蹴ってくるのを、ある程度こっちの体重に乗せないと、持ってかれちゃうから。アウトロー、アウトロー。えいさ、アウトロー。だから、それ、加減してやんないと、自分が切れ、打たれたら、もう切れないからね。少し、少し吸収したい。少し。前出るんだけど、はい、だから。そうそう。そうそう。これこっち。はい。そう。これ今さ、これ、貼り付けてるからあれだけど、スノーボードだと切れるよ、はい、あんまり考えないとダンクしたら、はい、理想は、ここに、はい、すっごい硬い骨が、これ、はい、これで、すねぶつけてやると、もう蹴れなくなる。はい、あ、これ、いいっすか。うわ、難しい。あ、痛いっすよ。すいません。じゃあ、ローキックの形、4種類、アウトロー、インロー、ちょっと蹴ってみよう。ちょっと蹴ってたら、はい、はい、うん、どこから蹴りやすいところから、はい、アウトロー、アウトロー、はい、インロー、インローはこの関節インロー。なぜかっていうと、これあのここに当たっちゃうから、はい、人体ってこう、下腹人体って縦についても横から投げ倒して切るから、
そう、これなかなかね、カットできない。まあ、こうしてカットするんだけど、知らないやつは、外のはできても、内側のはカットできない。そう。で、手。手の方向と同じ方に、こっち蹴りたかったら、こっちの手で振ってあげる。振って蹴るんだけど、上がってきた手で、ガードしっかりして、で、蹴る。そうそうそう。最初大げさだよ、大げさ。そういうこと。アウトロー。アウトロー。これもパンチと一緒、あんまり上体が傾かない。アウトロー。うん？しっかりしなかった。そう。体があんまりいかない。そう。うん？今ここ蹴ってる。重感のとこ。やー！そう。重感。今当たるところがバラバラだし、普通のこの部分で蹴る、この部分で、はい、ここで蹴る、はい、これ、はい、これが当てたいところに、はい、ガーンって当てたいところに当たるの、ね、ここで当たるのとさ、ここで当たるのと、ここでドンって蹴るのね。いや、自分でこうして当ててごらん。一番モノカンのとこだ。ここだよ、ここ。ここモノカンのとこ。ここ柔らかいから痛くないんだよ。はいはい、ここも骨があるから。ここ一回って。自分でこうして叩いてくれ。どこを当てればいいか分かるから。あ、ここだ。そこ。はい、まあ、俺もそこ。こちら。そう、すね。すね。そうそう、今の、今の、今の。はい、今俺は倒れるよ、ずっと蹴られたら引いちゃうから、はい、うん、そうだね。で、空手の時と一緒、今、軌道が下からになってるじゃん、上から落とす、上から落としてくる、こう、こういう軌道、こういう軌道がいい、そう、そうそう、え、ミドルキック、そうなんだけど、そうなんだけど、前ちょっと言ったけど、少しステップして出て、理想は、理想は俺の体こっちで、こう当てたい、この位置。はい、ある？はい、そう、うん、蹴りたい方の手を切る、蹴りたい方の手を切る。そう、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 そう。足の方向はこう、実は自分返したいの、蹴るとき。だから最初からもうステップするときにまっすぐじゃない。ここに置いてあげる。そしたらもう自然に返る。その位置を覚えてて。そう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 、それでいい。しかもすねでやった。今の重たいよ。はい、今のだったらもう、はい、そうやって打ってやらないとそこにパンチにとどめちゃう。ボン、そうだね。逆。で、実は、ボディ狙うのは、スプリームっていう、ここ溝落ちがあるんです、はい。胸の胸骨をすぐ下のところ。ここのところは一つ。もう一つはいわゆる溝落ちっていう。そうだ、ここに、溝落ちのところにガンと入る。苦しいよね。はい、もう一個は、相手のレバー、肝臓。肝臓は自分の右側にある。だから左の蹴りと、左ミドルと、左のボディブローってものすごい大事なの。こう。ここやっていくと、コツ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 当てていくと、2ラウンド目にもう効いて動けなくなる。どの辺ですか、レバー。この辺ですか。こうレバーなんですか。こうレバー。結構マットでかいか。マットでかい。これでいったら、はい、この辺全体。はい、こんなでかいです。でかい。小さいよ。でかい。ここ全部完全に。ここに、合い口でナイフを刺すように、グッと入れる感じ。こう、こう打つんじゃなくて、ナイフで刺すように、こう、押し込んだり、押し込んだり、はい、蹴りも、はい、もう、いろいろフェイントで打って、スパンナイフで打って、ここのとこバンと蹴っていくと、蹴りバーが当たると、きついから、はい、で距離で出す、ボディーブローをこっから打とうったって当たんないよ、はい、
やっぱりこういう団子になった時に頭を互いつけるような団子になった時に、おじさんさんワドさんからモンテッカーに見えてきたわら、この距離になったら、カパさんソレさん教え方うまいな、この距離になったら、そうそうそう、そしたらボディダン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 、うん、ボディアップそう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 、この距離この距離、ボディの距離、はい、そうだってさ、ここで当たんないでしょ、はい、頭つけちゃえば、まあ、アップはここで来る時あるけど、はい、基本的には顔来ないから、はい、つけてる時にこっち体勢変えない、次回蹴りのディフェンスと、この蹴りの巣って言って、これを買ってきてほしい、はい、これっていうか、はい、キックのさ、レガースってわかる、あの板みたいな、まあ、後で調べるって言うけど、はい、まあ、これ安くなくて2700円か4000円ぐらいなんで、メーカーなんでもいいから、靴の上からでも履いてってほしい、ビビってマジックテープで使えるの、はい、それをつけてれば、程度蹴り合っても痛くないけど、はい、これ素人同士とはいえ、危ない、痛いから、普通に今ゆっくりやってるんだよ、はい、でも痛いから、はい、だから、やる前に怪我しちゃう、はい、蹴りを次回は、はい、蹴りも入れて、はい、あとは、一番怖いのは、実はミドルとかボディブローなんて、根性で我慢する、耐えられるんだ、はい、やっぱり怖いのは顔面なんだ、本能でもこうなるのは、一番まずいのは下向くことと目つぶる、だからあれをもうとにかくいっぱい数をやっていって、ね、んで少し顔を、ね、攻撃していいか攻撃したかったら、しっかりその怖がらないで見ること、それから顔が皮膚の一部だっていうこと、体で理解するしかないの、ここ叩かれるのと顔叩かれるの実は一緒なんだよ、でも脳と目があるから本能ってすごく怖く感じる、ピンタされたと思って、これ別にここやるだって手を止めるだけじゃん、別にこれ顔だったら相当恐怖だからね、なんでよ、これ確かに、いや本能だから、はい、重要な機関がいっぱいあるから守ろう、だからそれを慣れて単なる皮膚の一部だな、あ、殴られると鼻がぐしゃってなるから陰線がいるんで涙が出てきて怖くて痛いけど、でもそれだけなんだ、生理反応はそれしかないってことを経験的に覚えちゃえばあ、もらったな、でも顎大丈夫、終わった、止まりそう、あ、うん、ありがとうございます、いつ始めもったいです、だから、とにかく顎さえ守って脳が揺れなきゃ、前も言ったけど一番怖い攻撃は顎が上がってる時に、ここを打ち抜かれて脳が揺れるから脳震盪が起きる、でも顎を引いててここにどれだけもらったって痛いけど切れるかもしれないけど倒れることはない、脳が揺れないから、まあもっと言ったら別にこれで揺らせるんだったら別にそれでもいいんだよ、タックルでショルダータックルでこれで脳が揺らせるんだったら別にそれ構わない、ショルダープッシュってあるんだ、団子になっちゃって動かないとき手もつけない、したらもう肩で勝ち上げて、あとは次回やるけど首相撲っていうテクニック、今回首相撲組あるやろ、こっからこう入れて入れてこう固定したらもう膝で、これ怖えんだよ、リュウジさんどれちゃんならクマとも戦えそう、これも次回やるかね、はい、あとはもう一つ総合流なんです、入る、はい、入る、来たらロックして、はい、ロックしてここで顔に来る、はい、でも体勢崩されて回されながら、はい、回されながらボディでも顔でも、これは怖い、これが和の力も強いから、はい、これを覚えて突き合ったんだよ、はい、ほぼ100%、これ、俺は内から刺すのもやるけど、こっちで、ここで肩固めちゃうの、はい、ここで押さえて、はい、そしたらもう、やばいですよ、ここ、手使えない、はい、これは、これどうやって使うのか、こっち側もある、こっち側ある、え、
それ自分の手で。はい、ジョーコさん、よし、もう一回。これどうやって防ぐんですか、やられたら。やられたら、今日はどうやって防ぐんですか。でも、はめられたら、アウト。はめられたら、アウト。そうですよね。どうやって防ぐんだ、これみたいな。だから、はい、じっとしてないってこと、要するに何やられたか分かんないってこと、それを話すんですよ。新刊編集は見れるけど、はい、試合は見るの怖い。ヒロキ、不参集が見ないでかっこいいな。よく分かんない。力刺して。オリエトさん、はめられたら、チエンド WWW。もう一回、もう一回。力刺すでしょ。ここに、こう。ちょっともう一回はここなんですよ。Nさん、水も嫌がらずに違うから、違うか刺して、そうそう、切ったら、ここで後頭部ちょっと自分の時で、わかんない、自分の時で、はい、頭部それでも、それ、そんな膝に、まあ、こっちの方がある、できるけど、この時に、回してる時がある、お腹顔、お腹顔、はい、え、どうしよう、すここで固定したら、ここで引きましたよ、こういうふうに。相手のバランスを崩したんです。出して、この、そう、そうそうそう、そうそうそう、そう、そう、回って、回って。で、回ったり、刺して、そうそう、そう、こういう、ガーンガーンってやってるやつ、こういう時、そうそう、その時、サッと取って、はい、こういう、石田さん、束折りは回してた、で、そこで、そう、わきあいで、そうそう、そう、そう、これで、まあ、押さえ方って適当でいい、はいはい、一番のアイデアは、そう、これが、これ、ここで固めちゃうことが大事なんです。ここで、はい、固めて、はい、で、こう回してあげることが大事なんです。そう、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 で、俺、体勢崩さないで。はい、体勢崩さないで。回してあげ、そう、回さないと、意味がない。はい、カタカタ見て、はい、回されなければ別に耐えちゃえばいいんだから、耐えちゃえばいいんだから、回してそう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 、でも当然この距離になれば、はい、肘が、はい、肘があるから、はい、ここはもうクリンチしなするフリッシュ、クリンチしたらもうすぐこの技になる。うわぁ早っ早っ、こういう、こういう距離で、でもクリンチしたらすぐ行かない、もう入ったらすぐ、入ったらすぐ、こういう、まだ力強いから絶対これ固め、ただ一瞬しか使えないよ、はい、ここでもたもたして、はい、こういう風に固まったら多分分けられる、はい、組まないでって、はい、でもこれがいいんだから、はい、なんでこれダメなの、はい、これでもいいんだよ、外から巻いて、はい、そうか、こうやってこれこうなった時に、はい、割って入んない、はい、あ、外から巻いて、はい、で巻いてここで、あ、はい、あ、そうか、同じ外から巻いてる、そう、だからこれ内から入れてろ、内からこう入れたいの、こう、はい、だけど入らないから、はい、外から巻ける、外から巻く、どうですか、こう入れたいんだけど、これ入れられなかったら、こう巻いてあげる、あ、なんだこれ、え、どういうことわかんない、いや、刺してる、どっちだったの、いや、それもわかんないです、最初こっちです、うん、はい、こう行きたいんだね、はい、でもこれ入らなかったら、はい、外から巻いてあげる、あ、そういうことか、うん、ここに、あ、そうか、わかった。こう、え、ちょっと持ってくる。こうですか。こういう感じか。ちょっと、でも、強度は下がる。今だよ。同じだよ。
本当はこうしたい。ここから脇を刺して、はい、こうしたいんだけど。ここ固めちゃう。はい、でも脇が硬くて入る。あっちガード硬くて、手が入らない。はい、そしたらクリンチした時に、外側から巻いてある。はい、外側から巻いて。普通のよっ、外から刺してみる。外から刺してみる。はい、幼児さん肘ありでしょ。そんなことやってたら食らうで。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。